まあ、本当に加納さん何度も言いますけど今日は立ち上がりいろいろありましたんでね、どんなゲームになるんだろう、もう本当に、ね、どんなゲームになるのかなと思いましたけど、はい、まあ、これがリクエストに、まず一つはこのリクエストで、結果判定が覆って、ね、アウトになりました。でこれでやれやれと思ったらなんとガンケルが一塁に先制悪送球ということでね、岡林が三塁、なかなかびっくりしたシーンですけど ね、 でここはきっちりと木下は犠牲フライで1点と、ちょっと取られ方は嫌な取られ方でしたよ ね、 ですね、はい、しかし1回の裏タイガースは連打で2塁1塁で近本のこのバント柳がなんとボールを掴み損ねてしまいます。これでノーアウトフルベース。そして4番の佐藤輝明、3試合ヒットがありませんでしたが第1打席カーブをライトへ2点タイムリー、これで2対1。からファーストライナーで今日6番のロハスジュニアの打席です。スタートをここで切ります。で2塁放って近本帰ってきて見事なダブルスチール、まあ、ショートの悪送球をつきました。3対1です。でこの後は結構ゲーム落ち着きましたね。落ち着きましたね。だいぶこの後、ね、落ち着きましたよね、はい。まあ、柳も持ち味が切れ、このピンチは山本をショートゴロに打ち取って強いボールを、ね、投げてましたから ね、 そうですね。タイガースは、ね、ややランナー出しながらだったんですけどね、はい。一方ガンケルはなんと2回以降はパーフェクトピッチングなんですが、結局ゴロアウトも12ですか、うん、はい、素晴らしかった。持ち味発揮ですね。アウトの後ろ半ボールはゴロアウトで、そのビシエドがバット飛んでいくというようなねシーンもありましたし、あそこ柳はよく避けました、避けましたよね、はい。それから5回の表、今日登録即スタメンだったルーク若松、13球と粘りました。後藤もここは空振りの三振。そして6回の表、サードゴロ、今度は佐藤はしっかりと掴みました。大島もサードゴロ、この辺りはガンケルの持ち味発揮の内野ゴロですよね、うん、完璧でしたね、はい。一方柳も大橋にはもうスイングさせず、山本もこの強いボールですよね、うん、インコースのまっすぐ、はい、よく投げますよ ね、 ね。梅野も押し込まれてのライトフライでした。そして8回の表です。先頭の若松フォアボールで後藤が移籍後初ヒットでつなぎます。ノーアウト二塁一塁、この後送りバント失敗、ワンアウト二塁一塁から土田のセーフティーバント、これ効きましたね、うん、これが、バント失敗の後のこれですからね、はい、これは大きかったですね。でワンアウト満塁でとっておきの代打平田でしたが、最後はアウトコースのまっすぐで三振。そして大島も追い込んでいましたのでセカンドゴロ、さあそれから8回は2アウト1塁で両川のところで根尾が出てきましたが、153キロ、自己最速タイを出しました。そして最後はセンターフライに打ち取りました。そして9回の表、岩崎ノーアウトランナー一塁というところでこの木下を注文通りのピッチャーゴロ併殺、ちょっと初球ワンバウンドで際どいところになりましたのでリクエストを監督はしたんですが、アウトのまま、そして最後はビシエドをセカンドゴロに打ち取りました。3対1でタイガースがドラゴンズに勝って、これでウルトラマツはカード連続の勝ち越しということになって4勝2敗で2022年はウルトラナッツ終えることができました。